江戸時代初期に描かれた設計図能面切型図をもとに面打ち師が忠実に復元した表情豊かな能面展が鹿嶋市で開かれています。これは能面の魅力を多くの人に知ってもらおうと15年前から毎年開かれています。こちらは鹿嶋鍋島藩の蔵書から見つかった設計図能面切型図で江戸時代初期に描かれたものです。絵の具の調合など能面を制作するために必要な情報が緻密に残されていて全国的にも貴重な資料です。また会場には図面をもとに面打ち師がヒノキを使って忠実に復元した能面31点と狂言面1点が展示されています。若い女性を演じるときに使う小面や老人の面、王子など展示は多岐にわたります。見る角度によっていろんな表情が楽しめるんですよね。能面の持つ豊かな表情のですね、魅力を楽しんでいただければと思います。能面展は今月26日まで鹿嶋市の有徳博物館で開かれています。